綺麗に決まったかなと思いますけど、もちろん今日はミスも多かったので、またしっかり練習して、またゴール取れるように、勝てるように頑張ります。自身としてはこの3位で、あまりの攻撃戦との連携、どんな役に立っていますか？いい状況で仕掛けさせてくれてるっていうのもありますし、本当に周りの選手がうまくボールを使ってくれてるなっていうのは自分でも感じてますし、うまく活かされながら、またいい攻撃ができればなと思います。そして次はアウェーで上位名古屋と対戦します。最後の意気込みを聞かせください。僕らもやるしかないんで、しっかりバドワークして勝てると思います。ありがとうございました。左に右行くとかね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 。